清水菊2月10日から1968年1月19日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。福井県出身。小学校教員、清水武兵の三男として生まれる。竹府中学校、名古屋陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1911年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、 不評少尉に任官し不評第36連帯付となる。1918年11月、陸軍大学校を卒業。1919年4月、参謀本部付勤務となり、参謀本部員、陸軍兵器本省付兼軍務局会員などを経て、1923年9月、リガ駐在となり、ついでドイツに駐在。帰国後、 1927年8月、参謀本部員となり、この F 票第4連隊付参謀本部員、陸軍技術本部付兼県軍務局会員などを歴任し、1934年8月、陸軍大佐に昇進し、参謀本部課長に就任。県軍令部員、布標第73連隊長を経て、1937年8月、自重部官に就任。在任中、 1938年3月に陸軍少将。1940年12月、陸軍中将に進んだ。1941年3月、第41師団長に親保され、中国に出生し太平洋戦争を迎えた。1942年5月、予備役に編入され、同年7月、教育総監部本部長となり、南方軍総参謀長。 第7方面軍参謀長を経て、第5軍司令官として、満州防衛にあたり、大ソ防衛戦を戦い終戦を迎え、シベリア抑留となった。1956年12月に、ソ連から復員。ありがとうございます。